の皆さん、こんにちは。今日はこんな時間から結構夜中なんですけども、何をやろうかというと、俺の車がどこまでの段差を超えて、どこまでの段差が超えれないかというちょっと実験をしたいと思って、昼間だとね、迷惑になるんで、夜だったら車いないんで、ちょっと今だと思ってちょっと実験してみようかなと思って、なるべくね、今まで避けてたところがあるんで、どこまで行けるのかなっていうのをちょっと検証してみたいと思います。そんなにね、多分ね、みんなが動画で見てるほど実際低くないんで、車が黒だから余計ね、多分低く見えてると思うんで、あと腹下にね、何もないんで結構擦りにくいっていうのもあるんで、どこまでできるかなっていうのをちょっと実験したいと思います。じゃあやっていきましょう。じゃあまずほら、駐車場にあるこういうの、なんていうの、駐車場にあるこういうの、ボコンってしてる駐車場の、ほら、なんていうんだろう、こうスピード出さないようにするためのほら黄色いボコンってしたやつ、あれをまずちょっと超えれるか実験してみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。そういう段差いけるんかな。わかんないですね。これはどんなもん、ちょっと結構高いですよ。結構ありますけどね。楽勝でしょ。行ってみます。多分いけると思うけどな。まずちょっとレベル1、2、3、4ぐらいはなるから、まずレベル1から。じゃあこのレベル1から何の実験やねん、これ通れるか通れるか。カメになったら面白いね。カメになったらワヤっす。この車高高いから全然通れるよ。いや、めちゃ低いっす。腹下が何もないってことを証明しようじゃないか。イメージ、ほら、みんながマフラーが落ちる、落としと落としで言うけどさ、はい、腹下が何もないから擦らないんだよ、これっていうことをちょっと証明します。腹下が突起物だったら、普通だったらまたげないからね、何もないってことを証明するんで、じゃあちょっとやってみましょう。やばいっすよ。やばそう。いや、結構やばいっすよ。前は大丈夫です。結構高いな。結構高いっすね。どう？いや、お、今ちょっと擦りましたよ。人や蹴るやつ楽しない。レベル1成功っすね。え？さっきより高くないですか？もう早速すりまして。楽勝っすね。大丈夫。レベル3っすよ。はい？ OK です。レベル3、これ高いな。高いっすよ。だいぶ高くない？高いっす。これは無理だわ。これだいぶ高いよ。高いっす。これやばそう。これ絶対やばい。うわ。うわ。
クリアですよ。一番高いレベル4です。これバルですよ。これやばいでしょ。音エグいっすよ。うわっ、これしてる。前だけだな。そやおぉそや、これ降りれなくね。これワイヤーじゃないですか。え？全然平気よ。え？なんかすごい音しました。あ、マフラや。でもなんかすごい音してましたよ。え？すごい音してましたよ。何も落ちるもんがないんだよ。残念でした。意外といけるんだね。意外といけますね。ってことはもう3センチぐらい下げれるってことだね。だいぶゴリゴリいってた。だいぶゴリゴリいってました。俺がマフラーを落とす日も近いかも。意外と何もなかったな。意外と平気だったね。平気でした。次はコンビニ。コンビニ行ってみます。コンビニはよくあるからね。コンビニ入れんかったら話ならんから、ちょっとコンビニであえて段避けしないでいけるか、あえてまっすぐ行くか。まっすぐ入ってみます。まっすぐは入れない。あの道路から入ってから必然的に斜めになっちゃうから、出るときにこうまっすぐになるから、入るときはもうどうしてもこうなっちゃうから、入るのと出るときまっすぐ降りてみようか。ちょっとはい、じゃあ行ってみよう。はい、行ってみましょう。平気だね。意外といける。意外といけるっていうか、あんまりできればああいう折り方したくない。まあまあこんな感じですか。まあどうだろう、エアロがある車だと無理だね、取れるのは。じゃあ今からちょっと最後の実験、よくコメントで乗り心地悪そうとかたまに書く人いるんですけど、ちょっとここにタバコを置いてどのぐらいの段差で倒れるかちょっと実験してみようか。
じゃまずね、これ自体が倒れそうよね。多分加速したら倒れん。ほら。ちょっとこれね、逆に難しいこと言うね、これ。ブレーキでも倒れん、これ。ほら、結構シビアだよ、これ。結構シビアだぜ、これ。ちょっと待てよ。これ。うわ、怖っ。結構フラフラするよ。お、お、いいね。ちょっとわざと道悪い方行こうか、ちょっと。うわ、怖い、倒れそう、倒れそう。もうフラフラしてるもん。よし、普通に走るよ、普通に。倒れそう。道路わかる、これ。両方映るか、ね、い意外と今40キロ、40キロ。あ、全然普通40キロだったら。でも怖い。てこれはね、多分難しいよ。倒れるよ、絶対。この車じゃなくても倒れるよ、これ。買ってきたよ、シャコタンウォーター。イロハスシャコタンウォーター。これ結構敏感だからね。ちょっと揺れると、ほら、わかる。結構敏感じゃない。ほら、こうやって俺がとっても揺れてるだけ。結構敏感じゃない。敏感に反応しちゃうのよ、このウォーター。ウォーター。このシャコタンウォーター。結構敏感なのよ。結構敏感なのよ。じゃあこれでこの車の乗り心地をちょっと検証してみましょう。どういう基準なんだろう。こうなるかな。倒れん、これ。あ、倒れんな。よし、じゃあ検証していきましょう。うわどう音するよね。じゃあシャコタンレーダー、出れねえし、ここ狭すぎて出れない狭すぎて出れない。論外。いくよ。さあ、まずごくごく普通の一般道。倒れてくるな。お座り、お座り。よし、どう？意外と普通じゃない。全然揺れてないですね。ほら、俺が揺さぶってたぐらいじゃない。そんなんすね。段差踏みに行ってみます。とマンホールじゃないかな。マンホール。まあごく普通の一般道だよ。交差点はやっぱね、あれだね。これ交差点、こんな感じだいぶ入れるね。何の実験してんだよ。50キロ。60キロ。どう？60キロ。ちょっと悪めの道、ちょっと悪めの道。
ちょっと踊り出すね。ああ悪い道で60キロは揺れるね、やっぱ。てかこれ普通の車がどんなんなのかお話します。なんか軽自動車と変わんないですよこれ。いやね、多分軽よりはいいと思うよ。軽よりは本当にいいです。純正だと多分揺れないぐらいじゃないこれ。多分揺れないくらいですね。結構微振動拾ってるからねこれね。今60キロあって全然普通やん。60キロ。どう？全然。お、ちょっと来るな、ここ。ちょっと来るな。てか普通の道路は普通。本当にさ、制限速度を持ったしたら普通だよ。40キロだったらその辺のコンパクトカーと本当変わらんぐらいだよ。疲れた。はい、わけのわかんない実験をしてみました。何も参考にならないと思いますけどちょっと、まあ、どんなものかなと思ってやってみただけなので、はい、また変な実験思いついたらやってみたいと思いますので。マフラー落とさないからね。マフラー落とすのはあの桃木かりゅうちゃんにお願いしてください。はい、そんな感じです。で今日はこの辺でバイバーイ。